今日は、Nゲージ、ジオラマシリーズ、お山を作ろうだよ。なに、今からお砂場行くの？そんなわけないだろ。また、この動画ウプ後、都営三田線、高島平の新型ホームドアの謎をお送りするよ。謎、それは出てからのお楽しみだよ。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。材料はほとんどが余り物です。まずダイソーの発泡スチロールブロック、適当に買って適当に切り、適当に組み合わせます。これは、このジオラマの土手に使用した余り物です。これをすべて使い山道を作ります。設置場所が決まったので次に山道を作ります。はみ出るこの角っちを歯切り落とします。ジオラマ用の木の葉っぱ用のスポンジで隙間を隠します。道路のアスファルトは100ひとしの紙ヤスリで作ります。貼り付けたら余った箇所を切り落とします。そしてスチロールむき出しの箇所は芝マットで隠します。紙ヤスリが底ついたので、家にあった発泡スチロール板を適当に切り貼り付けます。そしてこの余った箇所は、石灰岩の崖をベースにするため、ガチなコンクリートをベニヤに適当に垂らして作りましたが、写真撮るの忘れてしまったため割愛。ご乗車ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知音など、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。